トゥンジャイ・ボルカン・シャンルは、トルコ・サカリア県、サカリア出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、FW ・ MF ・ T ・カイ・カイイチ・リグで、地元のサカリア・スポールからキャリアを開始した後、フォワードや、右ウイングとしてのパフォーマンスがスユペルリグの競合、フェネルバフチェ・ SK の目に留まる。5年契約を締結したフェネルバフチェでは、 2002年9月11日のガズイアンテプスポルトのリング戦で初出場を飾って以降、フォワードや左ウィングを務めて3度のリング優勝に貢献。その活躍やプレーブリからセスリーユリック、フェナーボズナイニーユラギー、フェネルバフチェの王と称され、対談が決定した際には、監督のジーコから精神的支柱の選手の対談はクラブにとって大きな損失と嘆かれるまでに、 かっこたる地位を築いた。UEFA チャンピオンズリーグの方では26試合12得点を記録しており、2004年12月8日の UEFA チャンピオンズリーグ2004から05でのマンチェスターユナイテッド FC 戦でハットトリックを達成するとともに、同大会において初めてハットトリックを記録したトルコ人となった。なお、 UEFA カップ2002から03ロパナシナイコス FC との第2戦が欧州カップ戦の初出場試合だった。2009年、ミドルズブラ FC 時代のツンジャイ2007年6月13日、対談するマークビドゥカの後釜として、プレミアリーグのミドルズブラ FC と合意に達し、医療検査を受けるために18日に、クラブへ訪れて4年契約を締結すると、22日に、 医療検査を通過し、7月4日に労働許可証が認可されて自由契約選手から正式にメンバーとなった。入団から数日後のイブニングガゼット紙のインタビューにおいて欧州カップ戦出場を目標に掲げたトゥンジャイはオーストリアで行われたブンデスリーガのシャルケレイヨンとの練習試合で初出場を飾って以来情熱的なプレーから フェネルバフチェ時代と同様にミドルズブラでもファンの心をつかむのみならず、スカイスポーツにおいて、マットルティシエから、もしボロに、ドゥンジャイが11人在籍していたら、チームは、順位で、上半分にいただろうと能力を認められた。その献診は、2008から09シーズンに年間、最優秀選手賞、ガーミン年間最優秀選手賞、ミドルズブラオフィシャルサポーターズクラブ賞。 テラスレジェンド賞といったクラブの用を4つ全てで受賞したことで報われており、年間最優秀選手賞に至っては実に投票の75%を獲得するほどに支持されていた。しかし、その一方でチームとしてはクラブ史上最低記録となる敵地においてのリーグ戦12試合連敗を記録するとシーズンを通して定調が続き、最終的に フットボールリーグチャンピオンシップへと降格していた。シーズン終了後にプレミアリーグでのプレーを望んでいたものの翌2009から10シーズンもミドルズブラの選手として開幕を迎えチャンピオンシップ3試合すべてに途中出場しており、第1節のスボンジーシティエ FC 戦で挙げると、第3節のドンカスター・ローバーツ FC 戦においては、 途中出場から60秒以内に得点を挙げている。その後、ブンデスリーガの VFL ボルフスブルクと、VFB シュットガルと、プリメーラディビシオンのビジャレアル c f から誘われたが、英国国内でのプレーを希望したため、最終的に2009年夏の遺跡市場で、プレミアリーグのストークシティ FC と契約した。2007から08シーズンミドルズブラカニュー当初は、リーグになかなか馴染めず、 12試合で無得点だったが、2007年12月1日のレディング FC 戦において、ルーク・ヤングのクロスから頭で初得点を挙げると、次のアーセナル FC 戦、さらにその次のダービーカウンティ FC 戦でも得点を挙げて3試合3得点とした。なお、ダービーカウンティ戦でのスチュワート・ダウニングのクロスからのボレーシュートは、 BBC スポーツによる月間最優秀得点賞に輝き、年間最優秀得点賞の方で候補入りしている。その後、12月29日のポーツマス FC 戦で、54年ぶりとなるトップリーグの試合における敵地フラットンパークでの勝利に導くシーズン4得点目を挙げ、アンフィールドでのリバプール FC 戦で、先制点31節目のダービーカウンティ戦で、 決勝点を挙げており、終盤戦のサンダーランド AFC とポーツマス相手にそれぞれ1得点を挙げて、最終的にダウニングに次ぐチーム2位となるリーグ戦8得点を記録した。2008から09シーズン2008から09シーズンは3節目のストーク式戦でシーズン初得点を挙げる好調な滑り出しを切ったが、2008年9月初旬の代表戦において、 膝を負傷したことで5週間の離脱となった。10月10日のブラックバンドオーバーズ戦で復帰すると、オフサイドの誤審判定によって認められこそしなかったが、オーバーヘッドキックを放つプレーを見せ、11月9日の敵地でのアストンビラ FC 戦において、初となるプレミアリーグでの複数得点を挙げると、負傷の影響を感じさせない活躍を見せていたことで、 チェルシー FC を率いるルイス・フェリペス・コラーリ監督が2009年1月の遺跡市場において遺跡金800万ポンドで狙ってるとの噂が報じられるまでになっていた。これに対してミドルズブラを率いるガレス・シウスゲート監督はチェルシーが小額で獲得に動いているとの噂を一生に付し、自チームの最高の選手維持を基本路線としつつ売却の場合は高額でなければ応じないとした。 その後、後半戦でも得点を重ね、特に FA カップのウエストハムユナイテッド FC 戦とリーグでのリバプール戦の2試合連続得点は非常に重要なものとなっており、前者ではチームの4期連続となる準々決勝進出に貢献し、後者ではリバプールの15試合無敗に加え、自チームの14試合連続未勝利を途絶えさせた。 サウスゲート監督が必勝を期した4月の春式 AFC 戦においては試合開始3分で得点を挙げ同試合の最優秀選手に選出される活躍を見せて勝利に導いたシーズンも佳境となった5月にはクラブの最優秀選手に選出されるとともにさらなる奮闘を見せており最終節の一つ前の16日のアストンビラ戦において再び BBC による 最優秀特点賞に選出されるオーバーヘッドキックを決めて引き分けに持ち込んだ。そして最終節のウエストハム戦においては前節でダウニングが負傷離脱したことでミドルズプラに加入してから初めて首相を務めることになり、また中盤を任されたトゥンジャイはガリー・オーニールの同点を支援する重要な役目を果たしたが1から2で敗北して、 チャンピオンシップへと降格した。最終的に同シーズンはチーム最多にして総得点二十八得点の四分の一に当たる七得点を上げたが後半戦で降格圏に止まっていたチームを引き上げるまでに至らなかった。二千九年八月二十八日に移籍金五百万ポンド、インセンティブ百万ポンドで同僚のロベルト・フートと共にプレミアリーグのストークシティ FC へ移籍し、 翌日のブリタニアスタジアムでのサンダーランド戦でリカルドフラーとの交代で84分から初出場を飾った。初先発を務めたリーグカップ3回戦のブラックプール FC 戦ではペナルティーキックを獲得し、さらに味方の得点を引き出すプレーを見せたものの出番の多くが途中出場となっており定位置を確保できないどころか11月8日のハルシティ戦においては 途中出場から6分後に交代させられる苦境にあった。そのため、現状今日に不満があると報じられていたが、噂に対して否定して、残留を主張したトゥンジャイは、8試合に途中出場後の12月5日のアーセナル FC 戦において、リーグ戦での初先発を飾り、以降、最終的に13試合で先発を務め、得点数としては12月12日のウィガン。 アスレティック FC 戦での初得点を含む4得点を記録した。翌2010から11シーズンは、プレシーズンの親善試合において5試合5得点を上げる好調さで開幕を迎えたものの、昨季前半戦のように途中出場が主体となっており、また、出場数自体がわずかだったため、2011年1月の移籍市場で定期的な出場機会が望めるチームへの移籍を、 検討すると発言をしていた。その状況下にありながらも、リーグカップのシュルーズベリータウン FC 戦でシーズン初、得点、10月24日のマンチェスターユナイテッド戦でも得点を挙げると、11月27日のマンチェスターシティ FC 戦では、92分に、プレミアリーグ史上最高のバックヒールの一つと、デイリーメール氏に評されるほどのパスで、 マシュー・エザリントンの得点を支援する等でアピールをしたが、2011年1月22日のフラム FC 戦が、ミドルゼブラでの最後の試合となっており、同月の遺跡史上最終日において退団した。2011年1月31日に遺金450万ポンドで、ブンデスリーガの VFL ボルフスブルクと4年半契約で合意し、退団したエディンジェコの後釜として期待された。 しかし、自身の獲得を望んでいたスティーブ・マクラーレン監督が、加入から1週間後に解雇された影響もあり、出場機会に恵まれず、契約が2014年6月まで残っていたものの、2012年7月25日に放出された。2011年8月11日にプレミアリーグの、ボルトン・ワンダラーズ F c と2011から12、シーズン終了までの期限付き遺跡に合意する。 23日に正式にチームの一員になると、翌日のリーグカップでのマクルズフィールド、タウン FC 戦で公式戦初出場を呼び、初得点を挙げ、27日のリバプール戦でクリス・イーグルスと交代で後半からリーグ戦初出場を飾った。2012年9月3日にスイッペルリグのブルサスポルト3年契約を締結する。 加入初年度の2012から13シーズンは、クリストフ・ダウム監督の下で再度を、主戦場として27試合1得点を記録したが、翌2013から14シーズンは控えに回ることが増加し、2014年2月5日に双方合意によって、契約解消となった。2014年7月31日に、カタール・スターズリーグのウム・サラル・ SC と1年契約で合意する。 2015シーズンにより ISL の FC プネーシティに加入。デビュー戦で2得点を挙げ3から1での勝利に貢献した。2016年10月28日、フルスのクラブであるサカリアスポルの指揮官として昇平された。トルコ代表としては2000年5月22日の U-17 ベラルーシ戦で初めて代表カテゴリーでプレーし、 2000年11月20日のイタリア戦において A 代表初出場を飾る。以来、首相エムレベロゾールを補佐する副首相を一時期務めるまでに地位を確立し80試合22得点を記録した。そのうち 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のスイス戦2008年11月の親善試合でのオーストリア戦でハットトリックを達成している。なお、 前者ではプレーオフ第2戦という重要な局面だったものの4から4のアウェイゴールによって 2006FIFA フフワールドカップ出場を逃した 2002FIFA フフワールドカップ準優勝のドイツ代表が辞退したことにより3位のトルコが代役として FIFA フフコンフェデレーションズカップ2003に参加しその登録メンバーに自身も選出されるアメリカとの開幕戦では 相手チームに先制されてから三分後にダニー・カリフとフランキー・ヘイダックに倒されてペナルティーキックを獲得して同点にするとボルカン・アルスランのクロスを受けた後に相手 GK、ティム・ハワードをかわして逆転弾を上げる活躍を見せた。最終的に同大会において三得点を記録し、得点王の時点と最優秀選手の時点に与えられるシルバーシューズとシルバーボールを獲得して、 チームの3イールに貢献した活躍、才能は注目を集め、イギリスのデイリー・テレグラフ氏からは宝石が発掘されたと称賛された。なお、コロンビア戦の試合開始から105秒での得点は、ガブリエル・バティス・トゥータの150秒を抜き、FIFA フフ・コンフェデレーションズ・カップ史上最速得点記録となっている。UEFA ユーロ2008予選において11試合3得点を記録し、 ボスニア・ヘルツェゴビナとの最終戦では代表出場50試合目を達成。同試合を1から0で勝利を収めたことで UEFA ユーロ2008出場が決定したチームは本大会においてカムバックキングスと呼ばれるほどに注目を集めて躍進しており、その中で自身も主軸として貢献し、チェコとのグループリーグ最終戦においてはギャンコラーに対する行為で 味方 GK ボルカンで見れるが、レッドカードによる退場処分となると、試合終了までのわずかな時間ながらも代役を務めた。その後、チームは最終的に準決勝まで進出しているが、自身は準々決勝のクロアチア戦において、イエローカードを提示されたことで、累積警告の出場停止によって、ドイツ戦は欠場となり、4試合にアシストの記録に終わった。 2008年9月6日の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選において歴史的、政治的に問題を抱えるアルメニアとの試合に出場する。この試合をきっかけに外交関係を持たない両国の対話を促したことで両連盟は FIFA フ,フ,フェアプレー賞に選出され2009年1月にドゥンジャイはトルコ代表の首相として賞を受け取った。最終的にチームは 同予選を突破できなかったが、自身は7試合3得点にアシストの活躍を見せた。出展、代表での得点、ありがとうございます。